チャチャーン。最長片道切符の旅、それは乗り鉄のロマン。北海道稚内から一筆書きで距離を稼いで日本縦断。8日目はいわき駅から、途中4時間待ちぼうても、今回は磐越国を抜けていきます。ももの日本最長片道切符の旅。おはようございます。いや、いい眺めだ。朝6時半あそこに泊まっている磐越東線910に乗って郡山まで向かいます。この日のルートはいわきからスタート。まずは磐越東線で郡山まで行き、お次は磐越西線で新津まで向かいます。この磐越西線のこの日の運転、そして新津からは新越本線、上越新幹線を乗り継いで新潟まで向かいます。というわけで磐越東線悠々あぐくまラインです。で、乗るのめちゃくちゃ久しぶりやから楽しみ。ここ赤城駅はかつての炭鉱竣工駅なんです。なんでこれ、もしかしたら元の貨物の線とかなのかな、留置線かな。ここから山道です。以前は音を上げて勾配を登っていきますよ。小川郷駅で謎の着車なのかこちらはなんと元教習車納屋11。昭和59年に廃車になり、現在は地元の方が集まる集会所のようになっているそう。ここにも今は使われてない線路、小川郷駅でした。小川郷を降りると急に深い山の中へとなってきます。かなり新海の食事どころ商店がありますね。江田駅を出ると列車は夏井川渓谷の中を抜けていきます。すごい軽快に下っていってますね。渓谷を下り夏井駅に到着しました。そして列車はこの小松伝説のあるこの新町です。何でもこの地は小野の小松生誕の地と呼ばれているそう。ここにも廃線があるよ。少し寂しい気持ちの中、出発進行。蒲田駅に到着です。ここは実は思い出の駅だったりします。ちなみにここ阿武隈道という鍾乳洞の最寄り駅で、前私ここから歩いて行ったこともあります。さあ再び街中に戻ってきました。終点郡山です。東北新幹線の線路が見えてきたら郡山駅に到着です。というわけで郡山に着きました。磐越西線の乗り換えたった4分なので大場です。8時29分発会津若松駅に乗車します。エスカレーター脇には沿線の見どころが書いてありました。あったんです。まだ磐越西線の旅スタートです。まずは郡山駅の車両基地を抜け、東北本線磐越東線と分かれたらこんな放送が。本日の磐越西線は1899年に磐越鉄道として開業しました。お客様の長年のご愛顧に感謝を申し上げるとともに、これからも私たちは地域に寄り添いながら列車を運行してまいります。今後も JR 東日本をよろしくお願いいたします。というわけで、郡山を出て磐越西線の旅がスタートしました。いやー、SL の磐越物語は去年の、ね、冬は乗ってるんですけれども、あれはね、会津若松で折り返してしまって、
北方から、郡山区間は電化区間になっているので、また雰囲気がちょっと違いますよね。ここから、バンダイの山の方に入っていきます。黒い温泉街の中を抜けていきます。さて、ここからは中山峠を登っていきます。スイッチバック時代の名残、旧中山宿ホームを見下ろしつつ、中山宿を通過していきます。列車は峠を越え、田んぼの向こうに湖があります。猪苗代湖付近へ。のどかな田園風景を過ぎて、見分けしてる。さすが米どころ、広々とした田園風景です。私はお米を絶対残せない理由はこれですね。一つ一つ作られてる人の姿を見ると残せないなってなっちゃいます。かなりね、雲がかかっちゃってるんですけど、周辺に見えてるのは万代山。あいにく万代山は見えませんでしたが、遠くに飯豊山を眺めつつ、会津若松の町にやってきました。そして列車は、会津若松に到着です。ね、只見線の全線復旧も乗りに行きたいところなんですが、10月1日ね、楽しみ。只見線の車両だ。124マニ様で只見線開通10周ね。この SL っていう文字もいいですけど、3つ並んだ車の名もなんかいいですね。 E7144 から110-104に乗り換えます。まあ、本当なら喜多方から電化してるんですが、基本的に会津若松で、ね、から先に非電化区間となっています。なので喜多方までの短い時間でも機動車なんですね。嬉しいですね。会津若松駅を出発しました。デコバスを接続している臨時便となっております。訪れたのは9月頭。現在は無事全線復旧しましたが、大雨被災により、当時はここから先の喜多方から大和駅間は代行バス区間でした。そのため会津若松駅から喜多方の短い距離を列車できます。会津若松の入口。お、旧型客車がいました。オハ472246に通販府322357。なぜここに、分かる方はコメントで教えてください。特に山々を眺めながら、のどかな景色の中を進んでいきます。実るほど頭を垂れる稲穂かな。喜多方に到着です。あっという間に木が百獣に別れを告げて、というわけで喜多方駅に到着です。ここからは酒がいっぱいあるぞ。先日この喜多方もゆっくり訪れましたよね。日本一美味しい酒が飲める鮮度、よくやったなし。蔵をイメージしている駅舎となっております。喜多方の駅名由来、喜びが多い町という意味の喜多方になったんだ。最初は会津盆地の北部にあることから喜多方って呼ばれてますね。この後の磐越西線、喜多方から終点ニースまでたどり着ける便はあと4時間を悩みましたが、大和駅で4時間過ごすことをチョイス。喜多方の街の中を道路でバスで行きます。磐越西線の線路を越えていきました。その大雨で氾濫した川ですね。喜多方を出てすぐの濁り川が氾濫し、かかっていた鉄橋が崩落してしまっていたそう。たった一駅分ですが、大和までは山道。結構な山道をうねうね登っていきます。山を下り、田園風景になり、土木遺産にもなっている
一の戸川橋梁をくぐったら、大和駅はもうすぐです。そうですよね、北方と。そうなんです、そうなんです。ただこの鉄橋だけはありますので、はい、皆さんこの鉄橋をいつも撮りに来られるとか。あ、そうですね、いっぱい SL の写真が貼ってる、はい、こんなんなんですが。あ、はい、じゃあちょっとフラフラして口になっております。なんかそこに、ね、ありますもんね、登山をされる皆さんや、はい、あ、じゃあせっかく、ちょっと今日はもう登山をできないんでしょうけど、はい、ちょっとチェックしています。ありがとうございます。いってらっしゃいませ、気をつけて。というわけで大和駅に来ました。そしたら、観光協会の方が代行バスで迎えてくださったんですけど、こういう旅してますって言ったらめちゃくちゃいろいろパンフレットをくださって、ご飯どころも教えてもらいました。なんで駅の撮影はちょっと後でにして、早速ご飯屋さん行こうと思います。そう、お母さんがね、後ろでさっき見送ってくれたからね、ちょっと行こうすごい、阿賀川です。あ、なんか今ふわーっとこう小舟に乗ってる人もいるこれで大きさ分かりますかね。あれが人です。夏ですね。というわけで本日のお昼は線路の真裏にある、そして観光協会の方に駅から近くと進むよと教えていただきました、そばどころ山彦さんに、山彦って名前がいいですよね、行こうと思います。飯田山のふもとにある大和はそばの名産地。いただいたのは十割の雪室そば天ざるです。もちろん手打ち、自家製粉のもちっとしたそばとサクサクジューシーなお野菜メインの天ぷらが美味しかった。この日はバイカーの人でにぎわっていましたが、鉄道ファンも訪れるそうで、457の写真もずらり。でね、お蕎麦をいただきました。いや、あれで1450円ってボリュームめっちゃ多くないですかでも揚げ物も全部すごくサクサクしていて、で、めっちゃ中もぎっしりジューシーで、いやー、大ぶりのね、天ぷらでした。夕飯もう食べれません多分はい、というわけであと4時間ぐらいなんで、せっかくなんでね、撮り鉄スポットの一の戸川橋梁、まあ今日は鉄道は来ないですけれども、行ってみようかなと思います。普通にすごいレトロな家電が置いてあるんですけれども、これ何やって言ったら、普通の電気屋さん大和の街をえっちろっちろ歩いてます。というわけで一の戸川橋梁に来てみました。撮り鉄スポットでこうわーっと蒸気機関車来たらかっこいいんだろうな。今ちょっと残念ながらここを今走ってはいないんですけれども、早い復旧を祈りたいなと思いました。雨が降ってきたぞ雨が降ってきたし、この日はカフェも休み、ぼんやりと駅のそばの東屋で雨音を聞いていました。こんな時間も好き、忘れられないしっとりとした時間になりました。雨の中、代行バスの運転手さんが乗り込む人を待っています。このまま北方に行く方のバスです。上りですね。というわけで大和駅に滞在しました。今ね、大和駅に戻ったら、最初にいろいろと教えてくれた観光協会の方がお掃除をしていて、でどちらのお蕎麦食べたんですかっていう話をしていました。写真もめちゃくちゃいっぱいありますね。はい、写真もめちゃくちゃいっぱいありますね。はい、この前先週に取り替えたばかりなんです、ね、え、取り替え、あ、そうなんですか。結構頻繁に取り替えてくださるので。あ、はい、同じ人が撮影してるんですか。そうですね、何人かで撮影してそれで配ってくださるんですが、
さっき取りに行ってちらっと橋梁はふるさとの宝です。福島に住んだそうです。なぜかクワガタがやっぱり1910年に作られたって。お、これはあったものをホームで発見しました。まあ、この、ね、大和駅のね、あのレトロ風の駅名表もいいんですけどね、セールバーネット物語に合わせたこれですよ。なかなか年季を感じさせますよね。ユッコだそうです。なんでランプの油を入れていたそう で明治42年に当時使用されていたランプの油保管庫として建設されました。入り口部分はアーチ状にしていますと。さりげなく歴史があるものがあるという。これもだって近代産業遺産だそうですよ。お、早速もう列車が来てますね。 GV400 か、あのキハ40のね、置き換え目的で作られた電気シティ機動車ですね。こちらに乗って新津まで向かうことになります。今大和駅のホームで列車が動き出すのを待ってる、列車のドアが開くのを待ってるんですけど、いや本当観光協会の方優しくて、私がちょっと早くホームに来ちゃっただけなのに、わざわざ別途あの向かいのホームから、まだ車掌さん来てなかったです、うん、でもうちょっとしたら来るから待ってくださいねって声かけてくれて優しい。あ、動いた、行きます。大和駅を出た列車はゆったりと川に沿って走ります。赤川の流れです。おのぼり駅でした。うわ、川が綺麗です。だんだんと渓谷の眺めへと変わり、山の中を走っていきます。ゆっくりと赤川を渡って津川駅で停止時間です。あれ、ここで給水したりしてたような気がするんだけど。おこじろうさん、はい、バネツ先生のね、 SL バネツ物語のキャラクターにも出てくるキャラクターですけれども、沿線にはおこじろうがいるってこと。おこじろうの家ってあるんだね。津川駅の待合室は別名おこじろうの家。おこじろうが暮らしてる雰囲気がテーマで、壁には彼女のおこみちゃんとの写真もずらり。ようこそ津川へ。狐の嫁入り行列の似合う町と、そんなのが似合う町なんてあるんやね。列車に戻ります。津川駅を出た列車は再び川に沿って走ります。天の川に沿ってずっと走っていきます。川の反対側にお家がいっぱいある。霞が出て神秘的ですね。温泉街でもある佐久花駅です。可愛らしい名前ですよね。来る途中にも温泉旅館がいくつか見えました。幻駅を出て阿賀野川から分かれた後はこうして新津の街並みに入っていくようです。考えたんですけど、前にね、ニーズ長くいたんで、今度は長岡の方に行ってみようと思います。かわいいですよね。駅構内、そしてホームもおこじろうだらけ。信越本線、宇部津本線、そして磐越西線と3線が乗り入れ、交通の要衝である新津駅。最盛期は町の4人に1人が鉄道関係者だったとか。今でも車両製作所があり、鉄道と縁が深い町です。かわいい、これ好きなんですよ。 D652 なんと快速扱いで普通に乗れちゃうんです。特急車両の E653 系ですが、なんと快速列車で代走していました。車内はなかなかの混雑っぷり。
この日の目的地の新潟までは本来下りの信越本線に乗れば1本で切るのですが、あえて上りの信越本線に乗って大回りで距離を稼ぎます。というわけで白内に乗ってすごく快適ですよね。リクライニングもしますし、のんびりとなってきました。あと私このカラーリングって、ね、すごい好きなんです。可愛いですよね。ちょっと新幹線っぽいですよね。白雪に乗れて嬉しかったです。社員メッセージ。新幹線は思い出を乗せて今までもこれからも長岡駅社員メッセージが載ってる。というわけでここからは上越新幹線に乗って、長岡から新潟間行きます。今ね40周年新幹線は2022なんで、駅構内にはこういった40周年の奇跡を表すものがありました。イオンマックスの定期運行終了。今回初の BNK です。やったー。そしてその新幹線へ、あえて長岡まで来て新幹線で新潟へ向かう。最高です。展示してたんですけど、今新幹線や2020です。切符だ。新潟駅新幹線待合室はまるでミニ鉄道博物館。展示も変わるのでいつも見るのが楽しみ。今乗ってきた駅名はグラングレース。97年3月デビューでした。本日の宿は結構新潟駅から遠かったです。ゲストハウスククです。古民家を改装したそうで、かわいいワンちゃんが出迎えてくれました。かわいすぎる看板系のククくんがいるお宿にチェックインした後は、お宿おすすめの西堀純ちゃんへ。地崎島でか最高。最後ママにかっこいいね頑張れと見送られて終わった一日だったのでした。最高の一日が毎日続きます。次回は飯山線に大糸線、こりゃ間違いない。また次回も見てね。くださった方はぜひぜひ登録と高評価してくださったらとっても嬉しいです。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。